皆さんこんにちは、及川奈緒と申します。今回から YouTube デビューします。よろしくお願いします。第1回目ということで、ベタに皆さんがやってらっしゃる1000円ガチャをこちら見つけましたので、第1回目こちらにチャレンジしてみたいと思います。これやったことないんですけど、1000円入れてなんか出てくるんですよね。で、結構当たりが、特賞がすごいんですよ。ドローンとかプレステの VR とか、はい、いろいろありますんで、ちょっとこれお金下ろしてきました。一応ここに1万円分あるんですけど、まずは5000円ぐらいチャレンジしてみたいと思います。さあ、初めての1000円ガチャ、何が出るか早速行ってみましょう。ここに入れるんですよね。わあ、結構勇気いりますね。1000円って結構大きいですよ。あれ、入る？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。なんでなんで？吸い込まれない。やだ、ちょっといきなり。なんで？起きて。ダメかな。じゃあ違うとこ行きますか。嘘。せっかく見つけたのに。まあまあまあ、他にもありますから、次の場所行きましょう。嘘。さあ、やってまいりました。移動しましたよ。はい、ここにもありましたね。今度こそ千円札ちゃんと入れたいと思います。入るんでしょうか。よし、ではお願いします。千円札、あ、入った。よし、入りましたよ。ちょっと待って、できちゃった。ちょっと待って、ちゃんとしましょう。よし、 OK で、あ、どれ押してもいいんですか。本当、どれがいいかな。これかな。いきますよ。押した。ありました。なんだこれ、なんだこれ。かわいい。なんでしょう、猫のこれ、イヤホンでしょうか。あるあるですね。あ、よかった、みんなが通る道なんですね。まだまだ行きますよね。じゃあここで2000円目です。投入。もうこういうのはもう勘でしょう。はい。あ、なんかちょっと重たそう、さっきより。なんだ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 なんか箱、大きい箱。箱ですよ。これ後で見ますね。じゃあ後で見ましょう、これ。楽しみに。3000円目投入。さあ、これだ。出てこない。1000円って入ってるのに。書いてありますよ、1000円。見えます？出てこないんですけど。あ、出た。ここは出た。あ、なんか出た。あー、 LED ライト。あ、これは非常時とかに助かりますよね。これもよく皆さん通る道ですよね。よし、お願いします。なんかこの感覚麻痺しますね、千円札。あ、じゃあ光ってるとこ押さないと。これか。はい、来ました。あ、これもまた箱でございます。楽しみにとっておきましょう。さあ、ラスト5000円いきます。じゃあこっちにしようか。あ、これ押してないか。これ、
おお、なんか重厚感がある音がします。あえあ、何これ何これ何これ、探偵の、あ、名探偵ボイスチェンジャーだって。面白そう、面白そうじゃあこれちょっと後でやりましょうかね。ではちょっとまだ2つ何か分かりませんけど、これちょっと広い場所で広げてみたいと思います。はい、さっき買ったのをちょっと開こうと思ったんですけど、たまたまもう1台見つけちゃったんでやっぱり初回ですしね、やっぱり華やかにいかないと。もう5000円用意しましたよ、頑張りましょう。よし、お願いします。お、ちゃんと動いてますよ。はい、おお、あ、全部ついてますよ。じゃあここどうだ、お願いします、お願いします。おお、出ましたよ。え、ちょっと待って、え、もう、あ、あったあったあった、よいしょ。はい、また箱ですね、楽しみです。さあどんどん行こう。おお、また箱、すごいすごい箱、ちょっと大きめの箱、シール貼ってある。え、こ、ちなみにこっちはとって書いてありますさあ、あと3回ですよ。う？うって書いてある、シール貼ってありますね。よし、これなんだ、あ、時計だ、時計ですね、腕時計、ちょっと見えづらいけど男物かな、大きな時計ゲットしました。じゃあ、この4つはまた後ほど開けたいと思います、楽しみです。はい、こちらですね、景品10個ゲットしました。中身が見えてるのが、LED ライトとイヤホンと時計とボイスチェンジャーですね。残りの6個が中身がまだ分からないので、ここで開けたいと思います。さあどれから開けます。このやっぱちっちゃいのは先ですかね、やっぱね。じゃあちっちゃいの3つあるんで開けていきたいと思います。とって、カタカナのとって書いてあるのを開けてみたいと思います。ワクワクする。え、何これ、また時計でした、時計、腕時計、2個目ゲットしましたよ。まあまあまあ、よしとしましょう。続いて、う、ひらがなのうって書いてあります。なんでこれ、と、あ、時計だからとって書いてあったんだ。うってなんだろう、う、腕時計しか浮かばないけど、う、さあ何でしょう。何これ、ちょっと待ってください。うんち、うんち、うんち、うんちくん金色のうんちくん、6歳以上対象年齢、キーホルダーと、なにこれ、注意電気ショックみたいな、電気ショックの玩具、ビリビリのやつですね、やばいですねこれ。 うんちの形してます。後ろにボタンがありますよ。これちょっと後にしましょうかね、後でやるかもしれない、じゃあ後でやりましょう。どんどんいきますよ。ちょっとうだからうんちね。これ茶色はなんだろう、茶色、茶色のシールが貼ってある。え、なにこれ、え、なんでしょう。あー、こうやって開けるんだ。あ、なんか USB のケーブルが出てきました。ちょっと待って、今の iPhone に入んないのかな、ちょっと待ってくださいね。あ、入った、入った、イエーイ、これ嬉しい、使える、やったやった、これ嬉しいです。あ、当たり当たり当たりですよ。さあ残り3つでございますが、どうします、黄色のシールか、カタカナのマとピンクのシール。ピンク最後にしよう、大きいから。マってなんだと思います。マ、なんだこれ、マーベル、あ、なんかエコバッグ的な感じですね。あ、
マーベルの間か。なんかスーパーに買い物行くのにね、こうやってこうやってこうやって買い物行きますかね。マーベルの、ただねこれだけじゃないんですよ、もう一個あった硬いの、なんかキーホルダーですね。黄色行きましょう。黄色、さあ何でしょう。ん、あ、何だろう、なんだなんだ、あ、サングラス。まずはまずはサングラス、そしてあ、またサングラス。そしてアイマスク。あ、あ、え、クーポン、今すぐ剥がして QR にアクセス、オープンって書いてある。あ、当たりだ。アイマスクね、これクーポン、待って行きますよ。はぁ、15等微妙そうです。15等ですって、何ですかね、ちょっとこれ後でやりますけど、基地って書いてある。あ、でもまあ嬉しい、初スピードくじ当たりました。さあ最後ですよ、大きいですよ、一番大きいです、厚みもあります。なんだろう、音があんましないです。いきます。さあ、なんかいいの当たってほしいですね。なんだなんだ、ピンクが見えますね。じゃん、これだけ。え、なにこれ。なにこれ、なに。かぶり物、かわいい系のかぶり物でした。では、こちらにね10個商品揃いましたんで、10個以上ですね。はい、じゃあこちらちょっとコーディネートしたいと思います。こんな感じでしょうか。はい、装着完了です。さあ、この蝶ネクタイのボイスチェンジャーです。ちょっとやってみましょう。3秒しか取れないんです。いきます。及川奈緒です。これを再生。聞こえました。まあまあまあ楽しめますね。さあ、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。あ、最後もう一個だけあった、これですね。これ、うんちくん、もう電池入ってんのかな、これやってみましょう。え、怖いですね、ビリビリってくるんですよね、これね、これね、ボタンね。いきますよ、せーの。あ、痛い痛い痛い、超痛いんですけど、これダメだよ、これダメか、お子様は真似しないでください。いったー、これね、ここ持っちゃダメ、ここにすごい来るから、ここにここに、やばい、超痛い、あー、びっくりした。まあ1万円で楽しめました。ありがとうございました。さあ、今回は、1000円ガチャを10回回してみました。こんな感じで楽しく YouTube 作っていきたいと思いますので、ぜひ懲りずに見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。いやー、すごいわこれ、もう一回だけやってみようかな。本当にこれだけだったら全然なんともないだけど、これを持っちゃうと、あー痛い痛い痛い、おじさんびっくりしちゃってた、痛い、怖いもの見たさでした。さあ、そうですそうですそうです、これでしたね。はい、見えますか。これこんだけ10個買って1枚ですけどね。うん、ね、スクラッチっていうか QR なんですね。10円玉でこうやるんじゃないんだ。今時。今時だ。ストップ？ストップ押すの？おお、ルーレット回ってます回ってます。おお、回ってる。行け。ストップストップ。あ、止まりそうですね。来い来い来い、いいの来い、いいの来い、何何何が出る、
え、5?5 ポイント5ポイント終わり。もうまた行きたくなっちゃうじゃないですかそうなんだ。